皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは埼玉県の大宮駅です。今回は日本で2番目に遅い終電に乗っていきたいと思います。それがこちら高崎線の12時14分発、高崎行きでございます。ちなみに日本で一番遅い終電は西日本の、JR 神戸線、西赤洲行き、それは、西赤洲に1時38分に着きます。で、2番目に遅いこの高崎行きですが、高崎駅に1時37分、たった1分の差なんですけども、一応これが日本で一番、あ、じゃないや、2番目に遅い終電となっております。やってまいりました、上野初の高崎線最終電車高崎行きでございます。今回は高崎に、ちょっとね、ほんと終電なんですけども、夜にちょっとね、行く用事があったので、せっかくならじゃあ、日本で一番じゃない、日本で2番目に、遅い終電に乗ってみようと思いまして、今回この時間で高崎駅に向かうことになりました。せっかく大宮から乗るので、グリーン車を課金したいと思います。この電車は高崎線普通電車高崎行きです。前5両は途中の籠原止まりです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は宮原です。途中の上尾到着は0時23分です。桶川には0時28分。鴻巣には0時37分。熊谷には0時53分。深谷には1時7分。本庄には1時17分。新町には1時25分。終点の高崎には1時37分の到着です。大宮駅を出てる時点で12時を超えてます。日付をまたいでいます。上りも下りもどちらももう最終電車は行ってしまったので、この電車が本当に最後の電車となります。次は北上尾です。 The next station is 北上尾。深夜を、颯爽と、走行する高崎線、まるで夜行列車です。お客さんも少なく、グリーン車の車内はかなり静かです。熊谷駅を出発、当然新幹線も秩父鉄道も動いておりません。この高崎線の、最終電車1本のみです。結構熊谷駅で降りていったため、このグリーン車の車内はですね、貸し切り状態となりました。この電車は高崎線高崎行きです。前5両は途中の籠原止まりです。グリーン車は4号車と5号車です。籠原を出た時点で深夜は1時を回りました。もう完全に疲れ切って、ほぼ寝ています。 JR 東日本はですね、来年の春にダイヤ改正で、終電は繰り上げとなるという情報が出ました。この高崎線は21分繰り上がるそうです。まもなく終点高崎、お出口は右側です。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。The next station is Takasaki Terminal. The doors on the right side will open. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. まもなく終点の高崎です。2番線に到着いたします。お出口は右側です。本日も JR 東日本、高崎線をご利用くださいまして、ありがとうございました。お忘れ物のなさいませんようにご注意ください。結局新町あたりまで寝ていまして、あっという間に高崎です。深夜は1時37分高崎駅に到着。もちろん乗り換え案内の放送などもありません。本当に最終電車ですからね。この後は、もうこの電車が最後で高崎駅は、多分ね営業を終了すると思います。
来年の春には確実に1時37分から21分繰り上げて、1時16分着になるんじゃないかと、思われますので、この日本で2番目に遅いこの1時37分に高崎駅に到着するこの高崎線は、近い将来、なくなってしまうのが確定されていますので、皆さんもねぜひねこの終電繰り上がる前にぜひ乗ってみてください。高崎駅についてなんか SL 群馬号と鬼滅の刃がコラボしてるなんていうものがありまして、あ、こんなんあるんだ、見たいなと思ったんですけども、もう本当に終電で終わって高崎駅も閉まっちゃうと思うので、そんな時間はありません。入場券とかでね、中でいろいろ見たかったんですけども、残念ながら、今回は諦めることにいたします。ということで、今回は、日本で2番目に遅い高崎線の、1時37分着の、最終電車に乗って高崎駅まで来たという動画でした。繰り上がる前に皆さんもぜひ乗りに行ってみてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。